はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、エドモアゼルですね、最終話まで見終わりましたので、そちらの感想を言っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることが、まずは、こちら、ネタバレが、ネタバレ、これね、章って書いてますけど、大ですね。大。で、ちょっと多めになりますので、気をつけてくださいって感じですね。だから、まず先、登場人物出しときましょうかね。登場人物を出しておきます。まあ、基本的にはですね、楽しく本当に見れたドラマですよって感じでのご紹介になりますって感じですね。じゃあちょっとね、ネタバレ入るかもしれない。気をつけてくださいね。いきますよ。はい。はい。じゃあそんな感じですね。で、自分が面白かったのはですね、やっぱ江戸の設定の生かし方がうまいと。うん。で、簡単に言ってしまえば粋じゃないねっていう、まあ、ちょっとしたセリフがある、決めセリフっぽいのがあるんですけど、このなんだろうな、ただの決め台詞じゃなくて、なんだろうな、粋じゃないっていう、その主役の誰だっけ、この人の価値観ですよね。千華さんですね。千華さんの価値観がもう粋じゃないねっていうのでもう現れてると。うん、だからいいセリフだし、いい決め台詞だと思いますって感じですね。じゃあ現代に来た時に、現代の社会を見た時に、粋じゃないという、粋か粋じゃないかっていうのがその判断基準ってことですね。価値基準になってると。だからそこはね、多分本当の普通の現代の人に生きてる人から見ても、そういう価値観で見たらどうなるんだろうという、ちゃんとしたね、しっかりした作りになってると。そうですね。になってると思いましたって感じで。これちょっとちょこちょこ動いてちょっとめんどくさいんですけどね。はい、そんな感じですと。で、あとは、今日に関して言えば、やっぱ最後のシーンですね。これちょっとネタバレになるんですけど、ちょうどちょっと前ぐらいかな、最終話の前々回ぐらいから、戻ったら忘れちゃうんだよと。うん。そういうことがちょこちょこ出てきてて、で、最終回にも生かされてたと。うん。どんなにあれな、ね、思っていても忘れちゃうんだよっていう、ちょっと切ない感じにもなってましたし、で、じゃあ忘れることから、どうやったら忘れるなくできるかっていうのも、ちゃんと絵面としても千華さんが中盤ですね、ちょうど中盤に戻ったんですけどね、最終話の中盤にパンと戻った時にまた絵巻物っていうのを使ってくると、うん、でそこはなんか書いてんなと思ったらひょいっと出てくると。だからこの辺はね、ちょっといいですよね。であとは自分がね、ちょっとこの一番はね、その忘れるっていう設定と絵巻物の使い方なんですけど、ここに関して言えば、なんかね、ちょっとロマンチックな感じがしたんですよね。だから、例えばその、なぜ物語を作るのかとか、なぜお話を作るかっていうことにもちょっとつながってくるんですけど、まあ自分もちょっと書いたりもしてるんで余計そうなんですよね。で、あれ、このセリフであったのかな、なんかで聞いたのか知んないですけど、物語っていうのはラブレターなんだと。うん。このドラマで言ってたのかな、ちょっとよくわかんないですけどね。うん。なんかそんな感じにもなってると。だから、まあ例えばちょっと古い時代ですね。江戸じゃなくても明治の頃であったりとか、それこそ近松門左衛門でも何でもいいんですけど、昔の人が書いた文章ですね。もう今もう亡くなっていらっしゃらない方の書いた文章が、その現代にも何かを与えると。うん、読んだ人にですね。うん、それはその時代にしか書けなかった人がその時代にしか書けない文章であって、文字とかもそうですし、言葉とかもそうですし、でそれはなんでそういうなんかお話であったりとか、例えば古典落語とかもそうですよね。落語とかもそうですし、なんだろうな、そういうなんか伝承されていくものって感じですよね。でそれは何かって言ったら、簡単でちょっとあれな言い方ですけど、愛ですよね。愛。だからその千華さんは例えばその未来における、だからそこも設定うまいんですよね。千華さん、江戸時代の千華さんが未来の誰だっけ、倉地さんですね。倉地の旦那の倉地さんに書いた手紙が現代に生きてくると。だからそういう設定にもなってると。だからここがね、ちょっと自分としてもね、ちょっとキュンとしたって感じですね。普段全然キュンとしないタイプなんですけど、だからものづくり全般になんか言えることなのかなと思って、その時代、その時はね、その千華さんが、まあ、例えばクラリさんにただの当てた手紙ですよね、ただの手紙なんですけど、それがなんか後から見る人によってはなんか別な風に見えてきたりとか、あとちょっと普遍的なものに思えてきたりとかするねみたいな、まあロマンチックですよね。はい、その辺が良かったと。で、あとはやっぱり妹さんですね。妹さん、あとまあドラマ中盤の使い方ですね。で、前半に関して言えば、自分もなんとなくやっぱり漫画っぽい設定だし、なんとなくのなんだろうな、見たら面白いんだけど、なんか積極的に見たいなっていう感じではなかったんですよね、前半に関しては。ただ後半に関してどのぐらいかな、長兵衛さんが出てきたあたりかな。だからその辺も考えてみたらうまいんですよね。最初千華さんのこの長兵衛さんが来た時、あ、なんか昔の彼氏が来たのかなと思ったら実は違ってとかね。でも違ってるけど、まあ、あとその最初の設定のその鳥居社長ですね。もうちょっとこんな顔ばっかりでちょっと申し訳ないけど、あ、出てきた。千華さんが鳥居社長に惚れるのも昔のあれに出てきたって言って、あれ、その人が来たのかなと思ったら全然別の人が追っかけてきたとか、その辺の視聴者に対する裏切りもうまいですし、あとはちょこっといたここの妹さんですね。この妹さんがね、やっぱりね、可愛く見えてきたと。そうですね。自分はね、その脇役の人ピーチってところもあるんで、そういう人のなんかちょこっと、ああ、よかったねって感じにもなってよかったと。悪く言えばね、みんなでくっつけてって感じにはなるのはなるんですけど、それはそれでなんか良かったなっていう感じもしたっていう感じですかね。あとはその、最後の最終話に関してはネタバレで言いますけど、みんながなんかこうね、忘れちゃったよね、結局そういうことになっちゃったよ、なんだよと思ってたら、この人だけがちょっと覚えてましたよっていう、まあ、その辺もちょっと粋ですよね。粋な感じもするし、全体的になんかね、本当に好感が持てる感じだったんですよね。だから脚本、今自分も勉強してるとこなんですけど、奇をてらわずに、なんかちゃんとドラマを書いてると、そんな感じがして、本当にどんどん好感が持てるお話になったって感じですかね。だから前半戦とかで言えば、なんだっけ、永井丹さんでいいんだっけな、永井美智香さんかな、違ったかな、あの人とかのコスプレの使い方とかもそうですし、なんかゲストが出てたのが何話ぐらいまで出てたのかな。これが最終話ですよね。最終話で1話2話とかあるのかな。これ書いてないからちょっとよくわかんないですけど、まあちょっとゲストが来てっていう感じの、なんか物語の構成としてもうまいですよね。どんどん前半でそういうのを見せといて、でだんだん複雑ってこともないけど、ちょっと群衆劇っぽい感じになって、まあくっついて分かれて、そうですよね。倉地さんとあれもちゃんと一応は書かれてましたし、全体的にやっぱりうまい、ちゃんとしたお話になってる感じがしてよかったなーって感じですね。まあでもそのくらいかな。そんな感じですね。そうですね。中盤以降ぐっと締まってきた感じですね。だから全体的に創意工夫、あとは前の感想でも言いましたけど、その江戸のね、前半に関して言えば、江戸のちょっと、江戸ではこういうことがあったんだよとかさ、こういう言葉があったんだよとか、ちょっとした豆知識的な面白さもあったりとか、そうですよね。で、全体的にはなぜこのドラマを今やろうと思ったのかっていうのがちゃんと見えたと。今こういう時代だよねって言ってるけど、別の時代の人から見たらこう見えるよねっていう、シンプルなんですけど、ちゃんと芯が通ってると、そんな感じです。じゃあちょっとね、短いんですけど、まあ面白く見えたよと、そんな感じのご報告でした。花太郎でした。失礼します。